肘すぎた。はい、こんにちは。今日はですね、運動前とかトレーニング前のストレッチについて、ちょっと、おしゃれに言うとシェアしていきたいと思います。ストレッチについてなんですけれども、これってすごい難しい問題なんですよ。自分は、仕事柄医療関係の人とトレーナーと話する機会も多いんですけれども、ストレッチは効果があるっていう人とストレッチは効果がないっていう人がいるんですよ。そこがね、やっぱり極端に分かれてて、でどっちかというといろんな人から話を聞いたりとか、あと自分の体感でもあるんですけれども、性的ストレッチは、そっちじゃないよ。性的ストレッチは運動前、トレーニング前には効果はないと俺は思ってます。むしろ運動能力を下げると自分は思ってます。はい。で、性的ストレッチっていうのは簡単に言うと、性的ストレッチって簡単に言うとこうやってこういうストレッチとか、こういうのとか、上半身で言うと、こういうのとか、はい、なんですけれども、こういうストレッチは効果がないっていう、なぜそういうふうに言われるかというと、リラクゼーション効果の方が高いから、性的ストレッチをやってから、運動に入ると筋量が少し落ちるとか、そういうふうな感じで言われてたりとか、ただ無理やり伸ばしてるだけだからとか、そういうふうな感じで言われてて、ちょっと否定的な意見の方が多かったりします。自分がダンサー時代の時はもうこういうストレッチ散々やるわけですよ。もう30分ぐらいかけてやるんですけれども、でめちゃくちゃ昔はね、開脚とかもできてベタってつついたりとかしたんですけども、あんまりね、やっぱり効果をむしろ感じることは僕はなかったです。自分はこういうような性的ストレッチ全くやれなくなりました。俺の体感で、あとは最近ちょっとこういうストレッチがいいっていう風な感じで言われてるのは動的ストレッチです。関節周りを温めるような形で軽く動かすようなストレッチがおすすめです。アルガメンコ、ジナミンコ、すごい有名なので言うと野球選手のマイケン体操とか、ああいう方が、おすすめです。で、俺は、動的ストレッチを取り入れると体の代謝がちょっと上がるので、トレーニングにスムーズに入ります。すっごい簡単に言うと、運動前にラジオ体操するとめちゃくちゃ体にいいとされてます。はい。で、ラジオ体操っていうのはやっぱりすごくいいんですよ。もうね、ガキの頃は毎朝起きていくのがすごいね、こういうのがしんどかったですけども、けどラジオ体操するのは、おすすめです。昔試してガッテンで見たんですけど、サッカーのブラジル代表の人とかはベタってやって停止するようなストレッチとかじゃなくて、軽くこう遊ぶようにサッカーをするんですって。もうめちゃくちゃ軽く、代謝を軽く上げてあげて本番に入る、そういうような形がいいみたいなので、普段普通に自分で運動とか、トレーニングする前とかは関節を軽く動かすような感じで代謝をちょっと上げるっていうのを意識したストレッチっていうような感じで自分はやってます。そうだ、ストレッチに対しての見解をみんなはどう思ってるのか逆に聞きたいです。よかったらコメントで教えてください。それでは。